皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は JR 奈良線の京都駅の普通電車に乗車しています。 JR 奈良線 JR 富士の森駅までの第2期複線化工事を撮影して情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。令和4年12月17日から18日にかけて宇治駅と大爆駅の間で線路切り替え工事が行われました。乗客が多い京都駅と常陽駅との間で残りの工事区間は富士の森駅から六地蔵駅の間のみとなります。残りの区間は令和5年2月25日から26日に線路切り替え工事が行われることが JR 西日本より発表されました。 JR 奈良線第2期複線化事業のクライマックスをいよいよ迎えることになります。複線化事業の完了に合わせ2023年3月18日に実施するダイヤ改正から増発や平均所要時間短縮を盛り込んだ新ダイヤに切り替えられます。新ダイヤでは平日朝の通勤時間帯に常陽・新田方面から京都方面の列車が増発されます。対向列車との待ち合わせが解消され、常陽駅を7時台に発車する一部の普通電車が終点の京都駅に先着するようになります。快速区間快速の常陽駅から京都駅の間の所要時間は現状26分から28分要していたのが26分に短縮される予定です。普通列車の常陽駅から京都駅の間の所要時間は34分から47分要していたのが31分から38分に短縮される予定です。利用客の利便性が飛躍的に改善いたします。新しい複線用の橋梁を渡っていきます。右側には従来から使用されていた本線の橋梁が見えます。1996年にグッドデザイン賞を受賞した京阪宇治駅の駅舎の間を通過しました。先日に行われた線路切り替えの工事現場付近を通過しました。 JR 奈良線ではこれまで京都駅から JR 富士の森駅までと宇治駅から新田駅までの第1期複線化工事が完了しています。次の第2期複線化工事では JR 富士の森から宇治、新田から常陽、山城多賀から玉水の計 14.0km の複線化を行っています。このうち新田から常陽、山城多賀から玉水は複線化工事が完了しており、複線の共用が行われています。 JR 富士の森駅と宇治駅の間の区間においても、六地蔵駅と大爆駅との間は令和4年5月22日から複線の共用が開始されております。残りの JR 富士の森駅と六地蔵駅の間と大爆駅と宇治駅の間のうち、大爆駅と宇治駅の間が先日線路切り替え工事が行われました。残りの JR 富士の森駅と六地蔵駅間についても2023年2月25日から26日に線路切り替え工事が行われます。常陽駅の普通電車が停車している大爆駅に到着しました。大爆駅の近くには大爆主、大本山、満腹寺があります。満腹寺の建物や仏像の様式、儀式作法から精進料理に至るまで中国風で、日本の一般的な仏教寺院とは異なった景観を有します。左前方には京阪宇治線の大爆駅があります。 JR 大爆駅と京阪大爆駅の敷地は隣接していますが、連絡通路はなく、乗り換えするには大爆門前踏切を経由して遠回りする必要があります。大爆駅から六地蔵駅までは令和4年5月22日に線路の切り替えが行われ、第2期複線化工事が完了して複線の運用も行われています。宇治市五箇町にある大爆街道踏切を通過しました。宇治市小畑にある五両道踏切を通過すると、間もなく小畑駅に到着します。小畑駅は相対式2面2線のホームを有する地上駅です。この小畑駅では第2期複線化関連工事として駅のバリアフリー化工事が行われました。小畑駅前にはテレビアニメーションの制作を主力事業としている株式会社京都アニメーションの本社があります。小畑駅に到着しました。小畑駅から六地蔵駅までも令和4年5月22日に線路の切り替えが行われ、
第二期伏線化工事が完了して伏線の運用も行われています。小畑駅周辺には宇治寮と呼ばれる総面積約9万平方メートルに点在する大小320もの寮母群があります。明治10年に宮内庁によって調査され17寮三房小畑寮と定められましたが、後に宇治寮とし1号から37号までの番号が付けられました。間もなく宇治市六地蔵奈良町にある六地蔵駅に到着します。六地蔵駅では京都方面にホームと駅舎の移設工事が今行われています。ホームが京都側に延伸され、新しく階段やエスカレーターも設置され、京都地下鉄六地蔵駅や京阪六地蔵駅とのアクセスが良くなります。新しい六地蔵駅は令和5年3月18日のダイヤ改正に合わせて供用が開始される予定です。六地蔵駅に到着しました。六地蔵駅で下車して工事の状況を撮影します。新しい六地蔵駅のホームの工事では、こちらの宇治側に上り下りのエスカレーターが設置され、向こう側の京都側に階段が設置されます。エスカレーターのステップが設置され、エスカレーターの外観が完成しています。上りと下りの2本のエスカレーターが設置され、利用客の利便性が向上します。新しい六地蔵駅の開業には十分に間に合うと思われます。京都寄りに少し移設される駅舎の外観も完成しています。工事の土音が響いています。延伸されるホームには旅客ワイヤが設置され、外観が完成しています。改札を出て六地蔵駅の外から新駅舎を撮影します。六地蔵駅には小さいながらも駅前ロータリーがあります。 JR 六地蔵駅はバリアフリー化と地下鉄の理解利便性の向上のため、京都方面に駅舎を移転します。またホームを京都方面へ延伸移設し、ホーム階段幅員の拡大やホーム部分の曲線緩和を行うことで安全性向上を図ります。ホームの長さは125メートルと変わりませんが、幅が約2メートルほど広がります。六地蔵駅の新しい駅舎は随分スタイリッシュな佇まいになっています。外観は完成しており、今は駅舎の中の設備工事が行われています。新駅舎の供用後も宇治市による駅前広場の改良工事が2023年9月まで行われるようです。新しい駅舎には六地蔵の地名の由来となった大善寺六角堂から着想を得て、コンコースには六角形の吹き抜け空間が作られます。新しい駅舎が作られ開業するのに伴い、既存の駅舎や改札口は閉鎖されるようです。六地蔵駅にはエレベーターがありませんが、新しい六地蔵駅には新たにエレベーターが1基設置され、バリアフリー化が進みます。京都市営地下鉄東西線六地蔵駅は市営地下鉄唯一の京都市街の駅になります。新駅舎が供用されると、地下鉄六地蔵駅の駅舎との距離は約100メートルから約20メートルと短くなり、乗り換えが楽になります。令和5年2月12日に東海道支線の線路切り替え工事が行われます。六地蔵駅に戻り、京都駅の電車に乗車しました。六地蔵駅から次の桃山駅と JR 富士の森駅までは、利用客の多い京都常用間で唯一の伏線化工事が残っている区間になります。 JR 富士の森駅まで乗車して、この区間の状況を確認します。この六地蔵から JR 富士の森間の線路切り替え工事は令和5年2月25日から26日にかけて行われます。この区間の伏線化工事が完了すると、利用客の多い京都常用間の伏線化が完全に完了します。 JR 奈良線伏線化事業のフィナーレをいよいよ迎えることになります。線路切り替え工事の1ヶ月前なので当然ですが、この辺りでは右側に伏線の線路が敷設され、架線も張られています。先日の大雪で日陰のところどころに雪が残っています。六地蔵駅と次の桃山駅の間で唯一の踏切、新町踏切を通過します。新町踏切は京都市伏見区桃山町井場にあり、車がやっと1台通れるくらいの狭い踏切です。この辺りでは桃山の丘陵地帯の山を削った南淵の場所に線路が敷設されています。
この辺りでも右側に複線の線路が敷設され、架線も張られています。線路の南側、向かって左側には京阪電鉄宇治線が走っており、 JR 奈良線と競合しています。京阪宇治線は京都市伏見区にある中所島駅から京都府宇治市にある宇治駅までの 7.6km を結びます。ほぼ全線にわたり JR 奈良線と並走しています。まもなく京都市伏見区桃山町鍋島にある桃山駅に到着します。桃山駅は相対式2面2線のホームを持つ地上駅です。桃山駅でも第二期複線化関連工事としてバリアフリー化工事と駅前広場の整備工事が行われました。当時この近くに西本願寺の別荘があり、ここからの風景を愛した大谷公孫保守の強い要望により駅を作ることになりました。大谷公孫保守や伏見町、堀内村がそれぞれ500円ずつ寄付し、桃山という名称で駅が作られました。桃山駅に到着しました。桃山駅をゆっくりと出発して大手道踏切を通過します。大型マンションと崖に挟まれた狭く曲がった難所をゆっくりとしたスピードで進んでいきます。左右の線路端に線路切り替え工事に使用するバラスト、砕石を入れた袋がたくさん置いてあります。その数は以前にも増しており、線路切り替え工事が間もなく行われることを物語っています。この辺りが線路切り替え工事の現場になります。跨線橋からの撮影が可能で絶好の撮影スポットになります。左側に国道24号線が見えてきました。国道24号線は京都から奈良を経て和歌山に至る全長 135km の一般国道です。右にカーブすると大和街道踏切を通過して JR 富士の森駅に向けて進んでいきます。この辺りも左側に複線路が敷設され、架線も張られています。1ヶ月後の複線橋用開始の準備は万端といった感じです。電車は間もなく京都市伏見区深草にある JR 富士の森駅に到着します。 JR 富士の森駅は相対式2面2線のホームと堀割型の橋上駅舎を持つ地上駅です。郡山街道踏切を通過すると JR 富士の森駅に到着します。 JR 奈良線の複線化工事と6次増駅の改修工事の光景を撮影して情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。